はい、どうも、タクタクです。いい見事やっていきましょう。さあ、私ですね。いいものを見つけましたよ。ここ入って、ここ、タンスですね。裁縫箱があり、中に赤い糸が入っている。赤い糸を手に入れた。この赤い糸は、切ったんだよ、確か。だけど、ここにあるということは、またこれを使いたまえという、こと、だと思う。5つの人形が置かれている。この赤い糸で人形と人形を結ぶのかな？あ、ちょっと待って。これ一芸か？もしかして。だったとしたら、待ってね。俺どっから取ったっけ？この糸。多分、これ部屋の配置なんですよ。これが。人形も。ここは違うんだよ。ここは違う。確かこの部屋の子と結ばれているはず。なので、ここかな。で、結ぶ。ああ、なるほど。こういう風にいけるのか。前列の一番左の人形。こういうことだよね、多分ね。で、これだけじゃダメ。あ、なんも起きない。え、なんで？もう一回調べる？おー、ディア。ね、さっきの指輪。ほうほう。あー、待って。あ、待って。待って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 。これがどっちだ？どっち？これは、いて座？いて座！いて座だった気がする。で、これが、お牛座。合ってる？ちょっと待ってね。お牛座？ほんとか？前列の一番左の男の人形。これでいいのかな？この人たち。まあ、普通ではないけど、別にいいんじゃない？あ！あってた。鍵開こうとしたね。ってことあってた。まあまあ。血は繋がってないけどね。うん。あまり聞かないパターンではありますけども。そういう愛もあると。いうことにしましょう。開かなかった扉ってそもそもどこだっけ？開かなかった扉はこっちか。逃げ込んだ方だ。逃げ込んだ方。ここだね。カリンちゃんはいないね。ここにもいないか。もっと先に行ったのかな。でも行き止まりだぜ、ここ。まだ探す？こんなところに一人でいさせるわけには。勝手にここに、どこかに行く方にも日がある。まあ確かにね。それに、最近具合悪いでしょう。こんな夜遅くに動き回ってほしくない。心配かけてごめん。でもカリンを一人にしておくわけにはいかないよ。一旦家に戻ろう。休んでて。俺がその後すぐここに戻ってカリンさんを探しておくから。でもその間にカリンに何かあったら。カリンが心配だから一人でも探しに行くという。一緒に探してくれないかと頼む。これにしよう。本当に申し訳ないのだけど、探すの手伝ってくれないかな。私一人で探しても心配かけるだけだろうし。ママからのお願い。わかった。オッケー。じゃあ大丈夫だね。やっぱ一人で探すよりはね、能力者っぽい人と一緒にいた方がいいでしょ。これを調べたいだけなの。日記がある。あの人との子供が生まれた。なんで、なんで、なんで、腕が。体には気をつけてた。タバコだって吸ったこともない。なのになんで。まあね、そういうパターンもありますよ。あの子たちや村のみんなは私たちの関係を認めないと言った。おぞましいと言った。あんな子が生まれたのも私たちのせいだと。せいだって。私たちのせいじゃない。だって血はつながってない。誰のせい？神様の意地悪？私たちの愛が間違っていたはずがない。周りのみんなが私たちを非難する。もうここにはいられない。もっと遠いところへ、海を渡った遠いところに私たちが受け入れられる場所を探そう。地下のあの日記を書いた子。そしてその弟は村長？あ。そういうことか。考え事？ちょっとね。どう思う？何が？この人たちのこと。間違いだったと思うよ。幸せになっていないから。
なるほど。で、この蚊が、あ、こっち行けるのね。あ、びっくりした。急に。まだ嫌い。まあそうだね。変わってる見た目でいろいろ言われてきたからね。俺だって似たような見た目だよ。うん、そこだけはとっても嬉しい。あら。カリン、大丈夫かな？トゥルトゥルー、あれ。ここにもいない。あ、これカリンちゃんじゃないか。はあ、はあ、思わず逃げちゃった。どうしよう。心配してるよね、椿さん。あの人、私の見間違い？でも、似てるのかな？戻ろう。おう。開かない。開かない。鍵なんてかけてないのに。どうしよう。ドアを開けられるもの、何かないか探してみよう。お、カリンパートですね、これは。カリンちゃんも やばいね。目が、神様と母親という本がある。この本漢字が多くて椿さんがいないと読めなさそう。もっと勉強しよう。ダメなんだ。神の存在という本がある。俺も漢字が読めこの本漢字が多くて椿さんがいないと読めなさそう。かりんちゃん、僕と一緒だね。これは、色を集めろ。色？この白黒の絵を塗るのかな。おー、綺麗。てか、おっぱい大きいね。いや、もう、まあ、綺麗な人。もう思わず言っちゃった。でも、色がないのは、なんでだろう。ねえ、なんでだろう。あ、ここになんかあるよ、でも。おう。これだけなんだか表面が、ベトベトしてる。何か、貼り付けられそう。これは？おお、これ、椿。なんだろう、位置が違うけど。なんか意味があるんでしょうね。神様と魔女さんという本がある。1から読みたいね。そうして、ちょ、これちょっと一回飛ばしていい？これ。あ、違うんだ。1読みたいんだけど。花が好きならば熊が好き。花が嫌いならばおもちゃ嫌い。子供嫌いならばおもちゃ好き。ん？どういうこと？こっちが1かな。4! ちょ待って、1から読みたいんだけど。おい、なになに？ BGM、早っ。急に早いよ。彼女の好きなものを OK。BGM が早い。1から読みたい。あ、2。ちょ待って。ここから読みたかった。神様と魔女1という本がある。神様は最初は人々の願い事を叶えるだけでした。恐怖を植え付けないやり方で信仰を集め、良い神様であろうとしました。人間たちを苦しめるようなことはしていませんでした。しかし人間の願いは優しい願い事ばかりではありませんでした。怖くてひどい願いもたくさん神様に願いました。神様は神様であるためそれを叶えなければなりませんでした。なるほど。いびつな願いを叶えるたびに神様も狂っていきました。人間を嫌いひどいことをするようになりました。そんなある日、ある女の人に出会いました。それはかつて神様を苦しめた女でした。ほう。苦しめた女。全部は読めないけど、もしかしてこれ恋文かな？手紙手に入れた。恋文ね。ラブレレーってやつですね。まあ、じゃあ、燃やしちゃダメでしょ。恋文を人の。神様と魔女2という本がある。この女の人は緑の髪、赤い右目、青い左目というとても異常な見た目でした。お、緑の髪はさすがになかなか見たことないですね。まあ赤い右目、青い左目はオットワイっていう可能性ありますけど、彼女は魔女でした。神様は魔女と一緒に暮らし始めました。魔女の気を引くためいろいろ贈り物をしました。仲良くなって後から突き放そうとしたのです。しかし彼女は嫌いなものが多すぎてなかなかうまくいきませんでした。あろうことかみんなが大好きな熊のぬいぐるみでさえ嫌いなのです。でも紫の服は好んで着ていました。熊は怖いけど熊のぬいぐるみは可愛いと思うけどな。
かりんちゃん。この部屋だったっけ。神様と魔女さん、あ、これ4、これ順番がちょっと読む順が難しいね、これね。ここでしょ。あ、違う、あ、待って、また書いてある。花が好きならば熊が好き。でも熊のぬいぐるみ、どうなんだろう、関係あんのかな。これ3ですね。そうしてうちにだんだんと2人は仲良くなり、一緒に暮らすようになりました。魔女は神様が神様であるとは知りませんでした。なので彼のことは恐れることもなく、無知な願い事をすることもしませんでした。神様にとってはそれは心地よい時間でした。また魔女も神様との時間を心地よいと感じていました。魔女はこれまで迫害されてばかりだったからです。やがて二人の間に子供ができました。神様は人間としての生活に溺れ、神様としての役目を果たすのを忘れてしまいました。人々は神様をだんだんと信じなくなってしまい、神様はだんだん体の調子が悪くなってしまいました。ほう。人間になりたかったのかな。早く人間になりたい。妖怪人間。もう雑なんだよ、雑。いつからか二人の関係に歪みができ、ほう。神様と魔女は結局別れてしまいました。魔女は神様がくれた愛情も捨ててしまいました。短い間でしたが、神様にとって幸せな日々でした。もう一度会えるのなら。切ないですね。彼女の好きなものを OK。彼女の好きなもの。クマが嫌いなんだよね、確かね。クマが嫌いな場合は、花が好きならばクマが好き。花が嫌いならおもちゃ嫌い。子供嫌いならばおもちゃ好き。ちょっとわかんないんで上行ってみましょう。あ、これだ。おもちゃが置いてある。持っていく。これ全部持っていけるのかな。クマが好きじゃないんだよね。で、子供ができましたっていう感じですけど、おもちゃを戻す。何が好きなんだろう、魔女は。扉開けられそうなものはないな。あるのはこれくらい。注射器とカラビンを手に入れた。子供の人形。まあいいか、勘で言ってみようか。クマは好きじゃないんで、俺の感じだと、今の推理だとおもちゃが好きなはず。魔女は違うかな。彼女の好きなもの、つまりおもちゃ。何も起こらないっていうことは好きじゃなかった。あ、回収できねえじゃんこれ。あ、ゲームオーバー。ちょっとじゃあ冷静に推理してみます。わからんな。この辺だったっけ。紫の服を、クマのぬいぐるみさえ嫌い。紫の服は好んで着てきました。何が好きかこれだけじゃ分からんな。あ、でも花が置いてあるってことは花が好きなのかな。あ、これが魔女でしょ、多分。でも、あ、花が好きなんじゃない。すげえでっかいし、花が好きなんだよきっと。うん、これだ、間違いない。花を入れましょう。ほら、ここにもあるもん。これあの額に貼り付けるとか。おお、赤い椿。おお、白い椿で、花を入れましょう。何も起こら、あ、そういうことは熊ではないから、
子供の人形、子供が好きだということですかね。子供生まれましたもんね、二人の間に。お、なになになに、俺の推理ってもう必要ないんだね、きっとね。で、セーブして色を集めろ。真っ白、ここに貼れってことなのかな。この感じからすると違うパターンで貼り付けるってことなのか。白、赤、これ全パターンやっちゃってんじゃん。気をつけて貼り付けないと。白い椿は、どういう法則性これ。白い椿はどういう法則性なんだろう。また戻るんだとしたら左下で右上、葉っぱ、取らないにしたけど、合ってたってこと。どういうことだったの。一応考えたのはこれ、これなんじゃないっていうこと。出ればわかる。何も変化ないよ。何？どういうこと？死んでないってことは、合ってたってことなんじゃないかな。やべえ、俺今回ダメだ、マジで。何一つ謎が分かっていない。噛んでいくとか一番怒られるやつや、視聴者に。ちゃんと考えてやってくださいって言われるやつ。手紙を燃やすのかな、これは。どうなった。これも合ってるっぽいな。この音が鳴るとなんか合ってるっぽいね、基本。青い絵の具。あ、でも紫の絵の具とか手に入ってんの。緑の絵の具。3箇所から手に入ったよ、これ。どういうこと。注射器とカラビン。下にも何かあるんだっけ。あ、こっち行ける。おお、缶オケ。これ何。本の間にメモが挟まっている。どうしても、分からなければひっくり返して考えるのも良い。丸々が好きなら丸々が嫌いは、バツバツが好きならば丸々が嫌いと同じ意味だ。確かに。これを読まなかったんですよ、多分。神様と魔女序章という子供向けの本がある。その隣に絵筆が置いてある。あるところに神様がおりました。でも神様は神様になんてなりたくありませんでした。しかし神様で亡くなると彼は死んでしまう運命でした。なので神様は人間たちの願いを叶えたり、あるいは恐怖に陥れたりしながら自分を神様だと信じさせていました。そんなことをしていくうちに神様は狂ってしまいました。人間たちは神様を恐れ、何度も殺そうとしました。何度も、しかし無駄でした。そんな生活が何百年も続いた後、神様はある女の人に会いました。その人はかつて神様を殺そうとしたものでした。神様は懲らしめてやろうと近づきました。神様、あの時見たあれはきっとそうだよね。どういうこと？あれは神様だったと。この棺桶的なものは、逃げればいい？まさか死体？いや違うよね。絵の具赤。ごめんなさい。
血を吸い取って空瓶に入れた。血が入った瓶、まあ絵の具代わりってことなのかな。でこれをここで使うというようなことなのかな。多分これで大体の色は集まったかな。あ、でも塗るものがないや、どうしよう、どこかにあったかな。あ、筆があるって書いて言ってたよ、それは。筆、筆。どうだったっけ。うん、筆が置いてある。あ、この本の隣にある筆、色を塗るのに使えるかな。はい、手に入れた。大丈夫、かりんちゃんに絵の才能がある可能性があるという。ちょっと塗ってもらいましょう。髪の色は緑、はい。右目はあれ青。次は、あ、間違えた。あー間違えましたね。髪は緑、赤、青で服の色が紫。よし、塗ってみよう。普通に間違えましたね。あんまりうまく、塗れなかった。あれ、絵が、おお、でももうめっちゃうまく塗れてるやんめちゃめちゃうまく塗れてるやん。綺麗に塗れた。やっぱり綺麗な人だな。笑顔が素敵。私もこのくらい美人で綺麗に笑えたらな。この人魔女なんでしょ。椿さんも笑えばいいのにな。椿さん本当に綺麗なのに全然笑わないんだから。あ、開いたっぽいよ。ここが開いたってこと？ん？こっち見ちゃった。ないよね。ここが開いた。ないよ。あ、イベント始まった。あ、なになに、あなた、あなたが神様？あ、この人、私、あなたを追いかけてここに来たんです。あ、願い事叶えてあげたよね。あ、カジノ、あの時のなら頼み事を聞いてくれない？頼み事？会いたい人がいる。あ、あの絵の人？そうだけど、そうじゃない。白い髪で赤い目のあの女連れてきて。おう、椿さん。え？それって椿さん？そばにいる男は連れてこないで。お願い。言うこと聞いちゃう感じ、これは。お、合流した草。合流したっていうか同じゾーンに来た。早くカリンを見つけないと。めっちゃ目の前まで来ましたね。はい、といったところで、今回はこの辺で終わりたいと思います。この続きはまた次回。ではまた。